にちは。ミュージックオンエコ TV。 今日も、一人寂しくですね、でも楽しく吉祥寺のスタジオからお送りしようと思います。今日は LINE6 のモバイルキーを紹介したいと思います。これこの前買ったばっかなんですけどね。なんか最近 LINE6 製品ばっかり買ってるんですが、でもそれだけすごく LINE6 やっぱりワクワクする製品が多いなというふうに思います。これは初めて僕買いましたけど、このキーボードコントローラーですね。これを機に自宅をこうスタジオ化したいななんて思ってもいるんですけど、この製品の大きな特徴としては初めてトリプルプラットフォームといって、まあ iOS デバイスですね、 iPhone とか iPad とか、それと Mac、 それとあとパソコンですね、 Windows PC、 この3つのプラットフォームに全て対応しているというところですね。なんでこれ1台あればMac でも PC でも、それから iPad でも iPhone でも、曲作りができるという素晴らしい製品ですね。で、これは25件なんですけど、49件タイプも出ていて、僕なんかは作曲するだけなんで、キーボードもそんな得意ではないですし、そういったライトユーザーにもですね、すごく非常に入りやすくなってます。値段も1万3000円前後ということで、もともと僕も本当に欲しかったんですけど、こういったキーボードコントローラーはなかなかちょっとお金がなくて買えなかったんですけど、1万3000円って非常に手に入りやすい価格かなというふうに思います。でもですね、これモバイルキーっていう名前だけあって、これ今持ってるんですけど非常に軽いですね。なんで、持ち運びもすごく楽で、いろんなスタジオだったりとかにおいて曲作りができそうだなと思っています。でこれに普通の USB ケーブルに加えて、こういったケーブルがついてまして、これが iPad とか iPhone に挿すケーブルですね。これが付属してまして、でこれで iPad に挿すことができるんですけど、ですごい優れているのが消費電力がすごく低くて、であとは iPad とか、パソコンとかからですね電源供給をしてくれるんで、これ自身にはアダプターだったりとか、電源がいらないということで、あとつなぐだけですぐに使えるということで非常に簡単だなというふうに思います。こういったシンプルな操作性だったり簡単だったりとかいうところがですね、非常にその LINE6 製品の魅力なんじゃないかなと思っています。背面の端子なんですが、一番、右、ですね、こちらに、iPad 用の、端子がついていますね。でその横に USB があって、でエクスペッションペダル用の端子もついています。2つ口ついていますね。はい、では iPad につないでみました。この専用ケーブルで iPad とつなぎます。これ今つないだだけなんですけど、すぐに使えるようになってますね。で今iPad のガレージバンドを立ち上げています。今グランドピアノの設定になっています。でこれつないだだけですぐこのキーボードコントローラーが動くようになってますね。というわけで変なドライバーいらずにね、すぐにもうつなげただけでも使えるっていうのがですね、非常に簡単でいいなと思います。で今これグランドピアノの音ですけど、そうですね、これ例えば当然そうですね、例えば、パッドの音とかですね、これも当然コントローラーでこっち側で動かすことができますね。キーの感覚はフルサイズのキーピッチになってるんで、これ非常にこれも弾きやすいですね。次に Mac につなげてみました。Mac はこの普通に USB ケーブルを使うんですけど、これもつなげたまんま で今ガレージバンドを立ち上げましたが、つなげただけですぐにもう使えるようになってますね。モジュレーションがかかってますなんで非常に簡単です。何回も言いますけど簡単だなと思います。では実際、Mac でガレージバンドに合わせて弾いてみたいと思います。
わけで、iPad にも Mac にも PC にも使えるキーボードコントローラーということで、僕みたいなですね、こういった初心者にもかなり、使いやすい、入りやすい製品なんじゃないかなと思います。PC で音楽作りたいと思っている人ね、キーボードコントローラー1台目としてもすごくおすすめです。それではこれで iPad のガレージバンドでこのコントローラーを使ってちょっと曲作りをしてみようかなと思います。